スーパー8、スーパー8は2011年公開の SF 映画。監督、脚本、制作は JJ エブラムス。他にスティーブン・スピルバーグとブライアン・バークがプロデューサーとして参加。1979年のオハイオ州。事故で母を亡くしたばかりの主人公、ジョー・ラムは保安官補を務める仕事人間の父ジャックとも折り合いが悪い。 ジョーと友人たち6人は自主制作のゾンビ映画を作るためスーパー8ト、mm、ルカメラを持って線路のすぐ近くで撮影をしているとアメリカ空軍の物資を運んでいた貨物列車と線路を走っていた車が激突し列車が大破炎上する大事故となってしまう。ジョーたちは奇跡的に全員無事だった。電車に衝突した車の運転手。 ジョーたちの通う学校の生物教師であるウッドワードは、ジョーたちに今見たことを決して誰にも言ってはいけない。そうしなければ、君たちと君たちの親も殺されると意味深な言葉を残したが、その言葉の真意はわからないまま。ジョーの父は、飲んだくれのトラブルメーカーを父に持つアリスとの付き合いを、よく思わず、6人の映画撮影を邪魔する。そして、列車事故の後、街では、 住民の失踪、犬の逃亡、原因不明の停電が続くなどの会員が続発するが、軍の事故調査チームのネレク大佐は曖昧な態度で、誤まかし、問い詰めようとしたジャックを拘束してしまう。そして、山火事を理由として住民に避難命令が出る中、アリスも何者かにさらわれてしまった。騒動の原因であると推測された貨物の正体は、ジョーたちが撮影した映画に偶然映っており、 それを知った、ジョーたちは謎を解明するために、学校へ忍び込み、ウッドワードの記録をたどる。記録では、謎の貨物の正体とは、高度な技術と超能力を持った、宇宙人であった。ウッドワードは、研究機関の一員であり、ただ故郷への帰還を望んでいる、宇宙人を、監禁状態にする軍に反発して、理想中に救い出そうと考えていたのである。 アリスをさらった者の,の正体を知った女王たちはアリスを探すために街で調査を行おうとするもネレクタイさらに捕まる。しかし、移送中のバスが宇宙人に襲われた隙に脱出して宇宙人の隠れ家を発見する。長い監禁生活で人間を激しく憎悪する宇宙人はそこで捕らえた人間を食し地球から出るための準備をしていた。そこにはアリスも捕らわれていた。 毎一発のところで宇宙人と意識を通わせ、お互いの心を理解することができ、宇宙人はその場を離れていく。アリスを救出できた、ジョーたちは地上へ。ジョーたちが地上へ出た頃に、宇宙人はすでに地球から出るための準備を完成させており、地球を脱出した。アリスは、父とジョーも、父と再会を果たし、親子としてもそこに開口があった。エイブラムスによると、 時代設定は1979年であり、スピルバーグがアンブリンで1970年代から1980年代に監督した未知との遭遇や ET といった SF 映画に対するオマージュないしはトリビュート的な作品である。ストーリーはエイブラムスとスピルバーグが共同で作成した。時代を反映する要素として1970年代の アメリカのポピュラー音楽が劇中で多用されているほか、冷戦にまつわるソビエト連邦への不信感やヒッピーなどに関する描写もある。また、作中のニュースでスリーマイル島原子力発電所事故に言及している場面もある。ちなみに、ルービックキューブも出てくるが、アメリカでの実際の発売は1980年である。当初、2008年の映画、クローバーフィールド、 破壊者の続編化前哨になると報道されたが、エイブラムスはすぐさまそれを否定した。予告編の映像は同年4月に撮られた。本撮影は2010年9月にウェストバージニア州で始まった。2010年5月7日にアメリカで公開された映画アイアンマンにでティーザー予告が初上映された。2月6日の 第45回スーパーボールのテレビ中継時には30秒のスポットが流れた。2011年3月11日、ツイッター及び同日に北米で封切られた世界侵略ロサンゼルス決戦の上映時にて新たな予告編が公開された。またその夜にはポスターと壁紙が公開された。北米公開日は2011年6月10日。 日本公開は2011年6月24日。ありがとうございます。